はい、あれを購入しました、ゆのさんです。よろしくお願いします。なんと今回アリアをご購入していただいたオーナーのリノさん、なんと本日ノーサメに合わせて撮影を一緒にしていただくということの運びとなりました。リノさん、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今回ですね、リノさんにはアリアをご購入していただいて、購入したきっかけだったりとか、こだわったポイントだったりとか、納車までどれくらいで始まったのは、1年と1ヶ月、2ヶ月ぐらいですかね。じゃあもう13ヶ月待ったということで、はい、13ヶ月納車まで待った秘訣なども聞きたいと思いますので、早速皆さん行ってみよう。行ってみよう。まあ、今回私アリアを購入したんですけども、はっきり言って試乗もしなくて買いました。欲しかった車ですから、ちょっとこのですね、あと操作説明の方をちょっとですね、まあ教えてもらいたいなということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、まずこれってどうやってエンジンというかあれをかけるっていうか、どうしたらいいんですか、はい、従来の車通りブレーキペダルを踏んでいただきまして、はいはい、ここにボタンがあるんですけれども、はい、ボタンを押していただ、電源ボタン、はい、はい、電源ボタンを押していただければ、おお、すげえ。でもこの状態でもう走り出すことができます。はい、ああ、そうなんですね。はい。シフトレバーの方はですね、ブレーキ踏んでいただきながら、はい、このレバーをですね、後ろにグッと。このままですか？はい、そのまま下げていただければ、はい、グッと。もうちょっとです。もう一回？もうちょっとです。あ、はい、D になるまで。はい。今 D になっております。で、ここの表示も D になっていること。はい、D。はいはいはい。でバックに入れる際はここにつまみがあるんですけれども、はい、つまみを押さえてもらいながら前にグッとスライドをお願いします、はい、で、はい、R でアラウンドビューモニターとバックカメラですね、めっちゃ綺麗ですね、が映っております、はいはい、で今駐車場止まりました、はい、ってなったらこの P というところの丸ボタンを押してください。あ、止まりました、はいはい、P ボタンを押していただければもうパーキングに入りますので、はい、操作としてはもうこれになりますね。サイドブレーキってどこにあるんですか？サイドブレーキはこちらになります。プルオンっていうのが引くオンになるので、はい、引いてもらったら赤いランプがつきます、はい、でブレーキペダル踏んでもらったまま押してもらえれば赤いランプが消えてサイドブレーキ解除になります。わかりました、はい、押すんですね。こういう形ですね。あ、はい、はい、じゃあこれであとはもう動かせるってことですね。そうですね、はい、あとエアコンとかこの辺もすごいですね。そうですね、エアコンがですね、奥目に入ってるものになりますので、感覚が多分あ、なんかボコボコって言いますね、はい、それが温度調整ができてるっていうところで、ここで表示になります。はい、で風量調整はこちらですね。はい、で分かりにくいっていうのもありますので、はい、ここのナビ画面の右側の一番下に温度計と扇風機のピンのマークがあるんですけど、これ押していただくと、はい、エアコンのマークが出てきます。あ、これでもう操作ができるってことですね。やりやすいのは全然こちらの方がやりやすいと思いますので、はい、まあ、どちらでも構いませんけれども、自分に合った操作の仕方で操作ができるっていうところになりますので、はい、わかります。なんかナビ画面とかのこれ、まあ、今これがホーム画面になります。で右側がナビ画面になりますので、ナビを大きく映したい場合はナビの方をタッチしていただく、うん、で、まあ、うんうん、大画面でナビの方、はい、でただ、まあ、ホーム画面に戻したいなっていう時にはこの EA マークを押していただければホーム画面になります。でこちらが、オーディオ関係ですね、ラジオだったりテレビだったり、はい、でその下の方が近くにある充電スポットの方が表示されます。あ、はい、あ、勝手に探してくれるんですか。あとはもうこちらの右側のディスプレイの操作方向になるんですけれども、はい、操作するボタンとしたら左側になります、はい、で左側の右左のボタンがあると思うんですけども、一回どちらでもいいので押してもらっていいですか、はい、そしたらここの情報が変わっていきます。あ、足りなく、はい、はい、でもう一個右押してもらうと設定が、あ、なるほど、これでいろいろ設定する。そうです、設定の方はここをボタンを押してもらえればいろいろな設定ができますので、下にするのはここくるくる回るので、あ、
はこんなふうに進むんですね。そうですそうですそうです。ここでいろいろ設定を、はい、設定ができます。あ、はい、オーディオの方の音量調整がここのダイヤルでもできるんですけれども、はい、あ、ここのボタンでも調整ができます。はい、でチャンネル変える場合はこうしていただければ次のチャンネルに移りますよって形で、はい、できます。はい、こちらはあの何だろう、そうですね、そこの青いマークのところがプロパイロット、ここそこです、ここ、そこはプロパイロットになるので、はい、実際走行しながら使っていただくことになるんですけれども、押してみてください。押していただくとこの画面になります。はい、で走行してると次はセットを押してくださいという形で出ますので、セットはここにあります。あ、はい、でこのつまみを下にクッと押してもらえればセットに入りますので、セットを押した時の走行速度で一回保たれます。あ、自動運転、はいはい、でそこからスピードを上げたければこうクックってプラスの方に上げてもらう、はい、と5キロずつスピードが上がっていきますので、これ調整していただく形で、はい、シートの絵に1、2っていう形であると思うんですけれども、はい、まあ、1が旦那様、はい、奥様っていう形で2つシートポジションを設定することができます。はい、で運転席シートの右側にですねシートを調整するものがあると思うんですけども、はい、はい、それがもう全部全て電動になっておりますので、はい、今実際井上様が乗られててこのシートポジションで運転されるっていうところに合わせていただいて、はい、今ですね、はい、このぐらいですかね。そしたら上のセットを押していただいて、セット、はい、はい、1を押してください。はい、そしたらここに現在の運転ポジションを登録いたしました。あ、はい、ですね。これでもで1を押せばもうこの位置に移動をします。あ、おお、はい、で奥様は2を選択していただければ、はい、奥様が乗られるとき2番を押してもらえれば奥様のシートポジション位置に移動しますので、はい、すごい便利な機能になっています。あ、はい、はい、分かりました。これやり直すときも結局またセットをして1を押してもらえればいいわけですね。わかりました。リモコンが3つあるんですけど、はい、これが通常のリモコンになってます、はい、で車を無人で前後させるリモコンがこちらになります、はい、で一番下のここを押してもらっていいですか、長押しで、はい、で長押ししていただいたらですね、はい、ランプがピコピコ、はい、で前にいるときにはここを長押ししてください、はい、で止めるときはボタンを離すっていう形です。うわ、で狭い駐車場とかの出し入れがちょっと人が降りる隙間がないなって時に先に降りていただいて、はいはいはい、バックだったり前進してもらったらもう止めることができますので、もう一回下のボタンを押し直してもらっていいですか。おお、これと車の皆さん、前に人がいたら止まります？止まりますよ。ただ車の安全装備っていうのはあくまでも補助的なものになるので、これに関わらずですね、はい、実際に井上様の方がしっかり周りの方を確認してから使用してもらうっていうのが、すごいでしょう。はい、流れすごいよね。ヒロさん、今回アリアを購入して選ぶにあたってもそうなんですけど、こだわったポイントを早速1点目教えてください。はい、今回ですね、まあ、アリア購入してですね、やっぱり僕がこだわったポイントはちょっとまあいくつかあるんですけど、まず最初にですね、エアロパーツっていうんですか、これプロテクターですね、はい、オプションで、前とですね、あとこちら前なんですけど、はい、こちらの後ろの方のですね、これを今つけまして、やっぱこれつけてる人がやっぱ今あんまり少なかったんで、もう最初からつけようと思っててですね、あ、そういったのもちょっとリサーチして、うん、ではちょっと YouTube とかで見て日産の福島とかだったかな、そこの人がこれ紹介してて、あ、すごいかっこいいなと思って、ちょっとまあこれ選んでですね、はい、つけました。あとはですね、と中を開けるとですね、室内のこだわり、私がこだわったのはやはりこのボディの色に合わせて、ちょっと室内のこの椅子とかの色もですね、ちょっと白っぽい色に合わせました。
あとですね、あのフロアカーペットの模様がちょっと僕これ大好きでちょっと気に入っちゃったってこちらの方したんですけども、これ矢野店長これなんて言ってましたっけ、はい、これ片栗粉って言ってます本当はあの久美子って言うんですけどね、久美子からこれが日本の中はあの伝統をイメージしてるということで、やっぱこちらもちょっと私気に入って、最初は違う模様だったんですけど、やっぱこれがいいということですぐまたお願いして生えてもらったりとかですね、うん、してもらって、久美子ですよ、久美子柄って言うんですね、久美子柄って、はい、はい、であと一つですね、私がこだわったのがタイヤですね、こちらダンロップって言うんですけど、こちらの方もですねディーラーさんの方に僕がお願いしたダンロップのタイヤをつけてほしいということをお願いしたんですけども、なぜこのダンロップのタイヤがいいかと言いますと、僕があの働いてるところがですね、やっぱダンロップのタイヤを作っている会社なので、こっちがやっぱつけたいということで、こちらもすごくこだわったんですよ。私も最初ちょっと実はしてたんですよ、してたけど、まさかここにこうこだわってて、もうめちゃいいタイヤ、まあ、ここがユノさんの一番のこだわりポイントだったわけですね、はいわーすごいです。じゃあそのぐらいですかね、こだわったポイント、はい、でも実際は13ヶ月待たれたじゃないですか、うん、こう待たれた秘訣って、欲しい車に関してはやっぱなんて言えばいいですかね、ちょっと妥協したくなかったっていうのもありますね、やっぱちょっと1年2年待つかもしれないと言われたんですけど、これが欲しいってやっぱ決めた車ですから、やっぱもう我慢して待つってそれしかなかったですね、やっぱ違う車に乗ってもどうせまたやっぱりこれが欲しかったからまた買うってなったらね、いろいろまたあれだから、やっぱり、うん、欲しかったです。そうなんです、あのもう車の世界番号が出た、登録間近だよ、車届くよってなった時にもう2日に一遍のペースで連絡取り合ってますからねもう大丈夫ですよ、何もないですよねって言いながら言いながらね、はい、いろんな、ね、あのアクシデントも抱えながら二人三脚で農村まで頑張りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ大変。はい、で今回という形でですね、アリアのオーナーさんのリアルなご購入の、ご農家のお声をいただきましたという形で、今回の動画がいいなって思ったらグッドボタンと高評価とコメントチャンネル登録、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。